こんな症状でお困りじゃありませんか？これからこの症状について少しだけお話しします。歯ぎしりと横隔膜裂孔ヘルニア、逆流性食道炎、動脈、動脈、静脈の裂孔ヘルニアについてお話しします。胃の入り口が閉まり、食べ物が支えるような感じが起こります。横隔膜の締め付けによってお腹にある腹部大動脈が締め付けられるため、口の中、特に舌に熱を持ち、鼻の奥にも熱を持つため、口呼吸になって口呼吸不足や睡眠時のいびきをかく傾向があります。また顔のほてり、のぼせも強くなっていく場合もこういった症状にはあります。静脈裂孔ヘルニア、血液が戻る方ですね、を起こすと下半身がむくみ、足首が太くなり、午後になると靴がきくつい、ブーツが入らないなどの症状が出やすくなります。チェックポイントとしては、暖かい部屋に入るとすごくのぼせやすいとか、肌が乾燥している、化粧ののりが悪くなったり、目がかすんだり、ふらついたり、肩甲骨の間に痛み、疲れ、張りが出たり、背中が冷えたりする、こういった症状の方は気をつけてください。当センターでは来院された方のお体をしっかりと拝見し、不調の根本原因を分析して治療および豊富な指導をご用意しております。今回の内容についてはいかがでしたか？もし何かお困りのことがあったらお気軽にご相談ください。詳しくはホームページをご覧ください。